水分代謝が悪く、余分な水が体に溜まってしまうような、巨匠の人の肥満症に用いられる漢方薬のお話をします。こんにちは。京都女性漢方松宮局管理薬剤師目垣真由美です。女性のための優しい漢方薬教室。今回は、防衣扇糖という漢方のお話です。水分代謝が悪く、余分な水が体に溜まってしまう人がいますが、そうした人の水分代謝に働きかけて、むくみを取り、倦怠感を軽くしてくれる薬です。最近では、肥満症に使われる薬として注目されています。防衣扇糖は、色白で筋肉が柔らかい、いわゆる水太りタイプで、疲れやすく汗をかきやすい、足がむくみやすいといった人に適するとされます。この薬に含まれる防衣、術といった生薬には、体内の水分を排出させ、痛みを止める働きがあり、体操、肝臓、小腸は、脾を補い、奥義は、水の停滞を治し、気を増す働きがあるとされています。防衣扇糖は、変形性膝関節症で膝に水が溜まったり、関節リウマチで関節が腫れて痛むような場合にも用いられています。その他、多汗症、むくみ、ニキビなどの皮膚の病気に用いられることもあります。また、ステロイドの薬の副作用を軽減するために併用されることもあります。配合生薬は、奥義、防衣、槍術、または白術、体操、肝臓、小腸。それではまとめです。防衣扇糖が向く人、体力があまりない、水太りタイプの人に向きます。主な症状は、疲れやすい、色白、汗が多い、筋肉が柔らかい、水太り、尿量の減少、関節の腫れ、痛み、むくみ。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございます。松宮局の YouTube は毎日午後6時45分に配信しています。今日のような漢方のお話だけではなく、免疫のお話などもしています。よかったら説明欄にリンクを貼っていますので、いつでもお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。電話番号は0771631233です。ありがとうございます。